バグラチオン作戦、バグラチオン作戦、バグラチオン作戦は、独ソ戦開始から、ちょうど3年目にあたる1944年6月22日に、ベラルーシで開始された、ソ連軍のドイツ軍に対する攻勢作戦の名称である。この作戦の結果、ドイツ中央軍集団は、回復不可能な大打撃を受け、戦線は大きく、西に押し戻されることになり、ほぼ、ポーランドまで移動した。 作戦名は、ロシア帝国時代におけるナポレオン・ボナッパルトとの祖国戦争で活躍したピョートル・バグラチオン将軍に由来する。短期間で空前の規模の戦死者を出したとして、ギネスブックに記載されるほど、荒劣な戦いであった。1941年の独ソ戦開幕ライク戦を強いられていたヨシフ・スターリンは、イギリス及びアメリカに対してヨーロッパ西部に、 第二戦線を開くことを強く要求していた。連合軍は1943年7月にシチリア島上陸作戦を9月にはイタリア本土上陸を行ったが、スターリンはあくまでフランスへの上陸を強く求め、1943年11月に開かれたテヘラン会談において北フランスへの上陸作戦が正式に決定した。翌年6月6日に開始されたノルマンディー。 上陸作戦により、ようやくスターリンが求めていた第二戦線が開かれた。連合軍による北フランス上陸作戦が不可避である。ことは、ドイツ軍も察知しており、二正面化はもはや避けられない事態に陥っていた。それまでの西部戦線は2 0 0級の部隊の配置、訓練、もしくは壊滅状態になった部隊の再編成の場であった。そのような状態から、従来の主戦場である。 東部戦線から西部戦線に部隊の移動、補充が実施された。さらに可能な限りの予備が抽出され、西部戦線に送られていた。一方、激しさを増してきた米英領軍によるドイツ本土及び占領地区への空襲に対抗するために、空軍、特に戦闘機部隊が西部戦線に移動されたため、かつてベルナーメルダースの活躍で知られた第51。 戦闘航空団など一部の精鋭部隊が残ったとは、いえ、東部戦線の防空力は大幅に低下していた。一方、1943年7月のクルスクの戦い後、主導権はソ連軍に渡り、ハリコフ、さらに、キエフを奪回したソ連軍は、いずれ勢いはやむだろうとのドイツ軍側の期待を覆し、1943年末から1944年5月に、 かけて、南北で、冬構成、さらに春構成をかけていた。まず、ウクライナでは、1944年1月28日に、ドニエプル川西岸のチェルカー水での第一、ウクライナ方面軍、ニコライバトゥーチン大将及び、第二ウクライナ方面軍、イワン・コーネフ原水が構成を開始し、ドイツ臭い軍団とトリプレックストベルブ軍団の6万人を、コルスンに包囲し、 壊滅的打撃を与えた、ホルスン包囲戦。ドニエプルカ流域より駆逐された、南方軍集団、エーリッヒ・ォンマンシュタイン元水は、3月にカームやメツイ、イコールポジーリシクイでの第一装甲軍、ハンスイコールバレンティーン・フーベ上級大将が、包囲された、カメネツイコールポドリスキー包囲戦。その後、第二 SS 装甲軍団などの協力を得て、突破に成功したが、 戦線は、ガリツヤ地方にまで後退した。3月30日に、ヒトラーは、マンシュタインとクライストに休養を命じ、4月5日には、南方軍集団は北ウクライナ軍集団に、解消され、バルター・モーデル・ゲンスイが、公認に起用された。英軍集団、エバルト・フォン、クライスト・ゲンスイも、第3ウクライナ方面軍、ロディオン、マリノフスキー大将に攻撃され、 ブーク川を支えきれず、ベッサラビアまで後退した。4月5日には、英軍集団は、南ウクライナ軍集団に解消され、クライストの後任には、フェルディナント・シェルナー付評大将が任命された。なお、クリミア半島に取り残された第17軍、エルビン・イエーネッケ上級大将は大部分が、海上からの脱出に失敗し、7万5000の将兵を、 失って5月13日にセバストポリは陥落した。一方、北方では1月14日に900日にわたり包囲されていたレニングラードの正面。さらには、こととして有名なノブゴロド付近のボルホフ側の両方向から攻勢が開始され、北方軍集団、ゲオルク・フォン・キュヒラー水・ゲンスイは3月にナルバやプスコフのパンター戦まで撤退して、ナルバの戦い、 デニングラードはようやく包囲を解かれた。その後、ソ連軍はエストニアへの圧迫を強めるとともに、カレリア地境及び、ラドガコ北側の東カレリアからフィンランドへの攻撃に転じ、1940年のモスクワ講和条約で定められた国境線までフィンランド軍を押し戻した、ビボルグペトロザボをつく構成。上記のように、 複数方面での攻勢を連結させた一連の戦役の結果、5月末の時点で回復していない、ソ連領は今やベラルーシとバルト三国のみとなっていた。ベラルーシは東部戦線におけるドイツ軍の主力で、総攻軍を含む多くの野戦部隊を抱えた兵力50万の中央軍集団が3年来占拠していたが、バルト海から黒海に至る戦線のうち、上記のように、 南方軍集団と北方軍集団が大きく交代した結果、中央軍集団の作戦地域は、バルコン、バルコニーと呼ばれる大きな都市粒を形成していた。一方、ソ連軍から見ると、前年9月の第二次スモレンスク攻防戦によって、モスクワ全面の要衝スモレンスクを奪回したとはいえ、バルト海に注ぐダウガバ川、ドビナ川沿いのビテプスク、ビチェプスクと、 国会に至るドニエプル川流域のオルシャ、ボルシャとの間に展開した東西に鉄道と幹線道路が走るモスクワへの立橋を抑えるビテプスクの門はドニエプル東岸の共闘法を含めてドイツ軍に抑えられたままだった。したがって今後の戦局を有利に進めるためにも中央軍集団を排除してベルリンへの最短経路でもあるベラルーシを奪還しさらに北方軍集団 中央軍集団、北ウクライナ軍集団の感撃にくさびを打ち込むことは戦略上極めて重要だった。とはいえ、ベラルーシは、小宅地帯と深い森が点在し、大規模な兵力展開が困難な地形で、特に装甲部隊が攻勢をかけられる地域は限定されており、当然ながらドイツ軍はそうした地区に強力な防御拠点を構築していた。しかし、かつて帝政ロシアの名称、 アレクサンドルスボーロフ元帥は言った。鹿の通れるところ、そこはロシア兵も通れる。この言葉の意味をソ連の将軍たちはよく心得ていた。ドイツ側もソ連軍の下記構成が近いことは予義していた。ヒトラ総統と陸軍総司令部はコーネフによりウクライナでの春の構成に連続する形でガリツヤ方面から バルト海にめがけて、土質部を切断する大攻勢を加え、北方、中央両軍集団の背後を遮断して、ドイツ本土への退路を一気に立つ、可能性が高いと判断した。ソ連軍による厳格な通信封鎖と、夜間移動の徹底、巧妙な偽装による大軍の隠蔽に加え、ベラルーシでは、ソ連軍は、防御拠点の構築に力点を置いて主制に回り、一部の 部隊はウクライナに移動していると見せかけた欺瞞行動がこうした判断に確信を加える。その結果、など主力部隊をなど側面に移動させ北ウクライナ軍集団との協調に当てた。これにより、ミンスク、モスクワ街道の正面は戦力が大きく低下することとなる。一方、ソ連空軍はドイツ空軍が、ドイツ本土及び 西部戦線に重点を移したため制空権を掌握し補給線に対する徹底した航空攻撃を加えることができた。また、鉄道や道路への妨害工作など広報拡覧を行ってきた14万人のパルチザンは作戦が近づくにつれて活動を激化させた。この結果、中央軍集団は補給に困難をきたすようになり、 多くの兵力を後方警備に咲かざるを得なくなる。ソ連軍は、作戦開始日を3年前のバルバロッサ作戦、開始日と同じ6月22日に設定し、南から第1ベロルシア、第2ベロルシア、第3ベロルシア、第1バルト、第2バルトの各方面軍、合計189個師団、兵力242万人を1000キロにわたる前線に配置した。 このうちドイツ軍中央軍集団の正面に展開したのは総兵力82万人、戦車5200両、大砲3万専門、航空機6000機という空前の規模で22日未明、猛烈な砲撃の後、一斉に3方向から中央軍集団への攻撃を開始する。ドイツ軍が予測した南部から左回りに旋回する構成ではなく、 中央部を平押しするという作戦だった。ドイツ軍の6倍という圧倒的な航空支援と濃密な重砲、カチューシャロケット砲の援護を受け、突破区域に戦車と不評を集中させて急進するソ連軍に戦力の劣るドイツ軍は各所で分断、包囲され、統一した作戦の下で連携して反撃することは困難だった。特に圧倒的に優勢になったソ連空軍,軍の 攻撃力は絶大で、ソ連地上軍の前進にとって最大の障害となるドイツ軍の砲兵陣地を徹底的に破壊するとともに移動中のドイツ地上部隊を空襲して大きな損害を与えた。ソ連軍の作戦全般を統括していたのは、スターリングラード攻防戦やクルスクの戦いと同じく、今回の大攻勢も最高指揮官代理。 ゲオリデー・ジューコフ元帥と参謀総長、アレクサンドル・バシレフスキー元帥だったが、実戦経験の積み重ねとともに、師団長クラスも状況に応じて臨機に行動することが許されるほど能力が向上しており、戦車の運用、砲兵、工兵など、支援部隊との連携、空軍との協調も緻密になっていた。また、 t-34 から85中戦車や iZ-20 戦車などの新兵器も大量投入されている。これに対してドイツ中央軍集団司令部は当初は予測されていたがリツヤからの攻勢に対する陽動作戦と判断し、さらにヒトラーの死死命令に沿う形で拠点を維持してソ連軍を引き付ける方針を取っていたが、これが完全に裏目に出た。包囲された核部隊は 猛攻撃と航空攻撃を受け急速に壊滅していった。ようやくソ連軍の主攻勢が正面に展開しているドイツ軍拠点の包囲殲滅に向けられていると気づいた中央軍集団司令官エルンストブッシュ検水は27日にヒトラーに繰り返し撤退を要請するが拒絶された。ヒトラーは翌日ブッシュを更迭して北ウクライナ軍集団司令官だった。 バルター・モーデル元帥を公認に起用した。7月1日には、前日に、撤退の震言をヒトラーに、却下されて、敬礼なしで退出した、陸軍参謀本部総長、クルト・ザイツラー上級大将が、病気休暇を要請し、ヒトラーはこれを受け入れ、7月21日に、総甲兵総監、ハインツグ・デイリアン上級大将を公認に起用した。ドイツ軍の指導部が混乱する間、 中央軍集団は、急速に崩壊していった。まず、ミンスク・モスクワ街道北側のビテプスク、ビチプスク正面では、イワン・バグラミアン大将の第一バルト方面軍とイワン・チェルニアホフスキー大将の第三ベロルシア方面軍が、ゲオルク・ハンスラインハルト上級大将の第三総攻軍を攻撃し、6月27日に、町を奪回した後フリードリヒ・ゴルビツァー不評大将が、 率きる3万人のドイツ第53軍団を、包囲殲滅する一方、空白域となったダウガバ川、ドビナ川沿いに、チェンチバジェ中条のソ連第2新英軍を先頭に、バルト海方面へと急進撃を開始し、7月13日に、リトアニアの首都ビリニュスを奪回した。中央部のモギリオフ、マヒリオ正面では、ゲオルギーザハロフ大将の第2ベロルシア方面軍が、 ホルカース不評大将のドイツ第27軍団を撃破して6月27日にボルシャを確保した第3ベロルシア方面軍の左翼と共同し6月28日にモギリオフを奪回するとともにミンスク東方のボリソフでクルトフォンティ・イッペルスキル被害将の第4軍を包囲し指揮を引き継いだビンチェンツ・ミュラー中将らが7月11日に降伏するまでに戦死者4万人と 捕虜6万人の損害を与えた。さらに、南部のベレジナ川を抑えるボブルイスク、バブルイスクでも、6月24日に、コンスタンチンドコソフスキー上級大将の第一、ベロロシア方面軍が、湿地帯に丸太を敷いて、戦車部隊を突破させるという、スターリンですら最高を促す大胆な作戦でに、方向から攻勢をかけた。この作戦は、 に方面構成の片方は助行という常識を覆す内容だった。包囲された町から脱出したハンスヨルダン大将の第9軍はプリピャチ川小宅地に追い詰められ、7月5日の降伏までに戦死4万人、捕虜2万人の大損害を出して壊滅した。戦線正面のドイツ軍主力の包囲殲滅という作戦第1段階の達成に成功したソ連軍は、 ミンスクを解放し、さらに旧国境までドイツ軍を後退させ、核軍集団を分断させるという作戦、第二段階に休むことなく移行する。まず、ザハロフ大将の第二ベロルシア、第二シロロシア方面軍がドイツ第四軍を東側の正面から攻撃する一方、戦線を突破したイワンチェルニャホーフスキー大将の第三ベロルシア、第三シロロシア方面軍に属する。 パーベル・ロトミストロフ中将の第5新鋭戦車軍とロコソフスキー上級大将の第1ベロロシア第1シロロシア方面軍に属するパーベル・バトフ中将の第65軍がベラルーシの首都ミンスクの西側背後で南北から合流し7月4日に3年ぶりにミンスクを解放したバグラチオン作戦にこうしイワンコーフ元帥の第一ウクライナ方面軍は カリツヤ方面に集結したゴッドハルトハインリツイ大将の第一装甲軍及びバルターネーリング大将の第四装甲軍による支援行動を阻止するため7月14日にリビーブイコールサンドミエ主攻勢を開始したルイバコフ中将の第三新鋭戦車軍とワシーリー・ゴルドフ中将の第三新鋭軍はヨーゼフ・ハルペ上級大将の北ウクライナ軍集団を攻撃し ブロディで2万五千人の第十三軍団を包囲し、重火器の大半を行きして配送させた。さらに七月二十七日にリビーブ、八月一日にはポーランドのルブリンを占領し、カルパチア山脈移東からドイツ軍を駆逐している。一方、北方ではイワン・バグラミアン大将の第一バルト方面軍がシャウレイ作戦を開始し、七月末にラトビアの首都リガ製法で、 リガワンに達し、中央軍集団と北方軍集団を寸断することに成功している。さらに8月には、アンドレイ・エリョーメンコ上級大将の第2、バルト方面軍とイワン・マスレニコフ大将の第3バルト方面軍、レオニード・コボロフ大将のレニングラード方面軍が、エストニアに向けて攻勢を開始した。一方、フェルディナント・シェルナー大将の北方軍集団は、 グロースドイッチュランと総合的弾兵師団や、重巡洋艦プリンツオイゲンの支援を得て、ミタウ、ゲン、イェルガバを奪還し、中央軍集団との連絡線を一時的に回復するバルト海構成。しかし、第1バルト方面軍に属するワシーリー・ボリスキー、中将の第5新鋭戦車軍によって10月10日にメーメルが包囲され、主力の第16軍と第18軍は東。 プロシアから遮断されて、クールラント半島に孤立し、ロタール・レンデュリック大将の下で、クールラント軍集団に再編され、海上からの補給に頼ってそのまま敗戦を迎える、クールラントポケットの戦い。中央軍集団を撃破し、ミンスクを確保した第一、第二ベロルシア方面軍は、バラーナビチ付近で、装甲部隊の機動防御を受けるものの、休むことなく、 第2段階の進撃を開始し、7月13日までには、最前線が、イドリタビリンニュース、ピンスクのラインに到達。7月18日には、ロコソフスキーの第一城ベロルシア方面軍に属する、アレクサンドルルチンスキー中将の第28軍が、大戦以前の国境線だったブレスト・リトフスクを占領し、ブーク川を渡って、ポーランドに入った。 28日には、カウナスルブリン戦に達し、さらにビスワガのノブーアビ、マグヌシェフ、サンドミエシュに、共闘歩が築かれる。8月初旬には、モスクワ防衛の主君者、ミハイルカ・トゥコフ大将の第一新鋭戦車軍、スターリングラードを守り抜いたワシーリー・チュイコフ大将の第八新鋭軍、ポポフ中将の第七十軍など精鋭部隊が、 ワルシャワ東方二十キロメートルのビスワ川東岸まで進んだ。しかし、双方による鉄道施設や橋梁など交通路の破壊と急速な進撃のためにソ連軍は補給の限界に達する。また、ドイツ中央軍集団も交代に成功した兵力の再編と増援によって強い阻止線を構えたため、ようやく戦線は降着し、ここに作戦は大成功のうちに終結した。 ソ連軍は5週間で700キロ近くも前進し、ドイツ軍の岡部を奪う重心攻撃を成功させた。短期間に、ドイツ側の発表でも25万人の戦死者と11万を超す捕虜を出すという大打撃を与え、独ソ戦に事実上の決着をつけた戦いと言える。なお、この作戦の驚異的な成功は、冷戦下の西側世界で大いなる脅威として記憶されることとなった。 この作戦前に兵力90万人とされたドイツ軍、中央軍集団は38個師団のうち28個師団を失い壊滅的な打撃を受けた。死傷者は40万人に達し、47人いた。召喚も31人が戦死、行方不明もしくは捕虜となった。10万を超える捕虜は、スターリンの発案により決定的な戦果を自国民に示して指揮を鼓舞するとともに、 ドイツはもちろん米英からの古代な数値という疑念や逆戦例を粉砕する目的で、モスクワ市街を市民の前で更新させられた後、各地の収容所に送られた。東部戦線は南北に分断されて事実上崩壊し、以後ドイツ軍は絶望的な防御戦と交代戦に徹することになった。ノルマンディ上陸作戦によって、西側にも強力な戦線が構築されたことと、 相まって、挟み撃ち、に正面状態になった、ドイツの敗戦は、必死となり、7月20日には、相当大本営、ボルフスシャンツェレ、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐による、ヒトラー暗殺計画が実行されるが失敗に終わる。ソ連軍も17万8千人以上もの戦士、行方不明者を出したが、スターリンと、ジューコフラ赤軍上層部にしてみればその規模の損害は、折り込み済みであり、 8月以降引き続き、バルカン半島、ヤッシーイコールキシニョフ構成及び、バルト三国への進攻作戦を始める。この構成は、数軸国からの離反を誘発させ、8月28日に、ルーマニア、9月24日にはブルガリアが降伏した。戦後に向けた動きとして、ソ連は7月23日に、モスクワで設立し、戦後ポーランド共産党の母体となった。 ポーランド国民解放委員会 PKWN を占領したばかりのルブリンに移転させた、いわゆるルブリン政府。8月に入って進撃が止まり、翌年1月までソ連軍がビスワ側から動こうとしなかった理由については、前日のようにソ連軍の兵坦線が伸びきった上、増援を得たドイツ中央軍集団の抵抗が強まったことが挙げられる。しかし、ロンドンにある、 ポーランド亡命政府の影響下にあるポーランド国内軍によるワルシャワ放棄が成功することを嫌ったスターリンが進撃を一時停止させワルシャワ放棄軍を見殺しにしたという見方もあるソ連は国内軍に決起は呼びかけたが赤軍の進撃停止は知らせなかったその結果放棄は失敗ワルシャワはドイツ軍の報復攻撃によって廃墟と化し 国内軍のわずかな生き残りは進駐してきたソ連軍によって粛清された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。